はい、坂井ギタースクールです。今日の基礎練行ってみます。今日の基礎練は結構おすすめかも。まずは P を使います。親指 P を使って6弦の0、1、2、3、4、5弦0、1、2、3、4、4弦0、1、2、3、4、まあ半音階で上って降りる。これをとりあえずメトロノーム80、はい、メトロノーム80で感じです。で、その間に、まあ、I、 とりあえずは I、 人差し指 I の指を3弦を間に入れていきます。こんな感じ。これはどれもアップウィアンドじゃなくてアライでね。また2弦に戻ります。でなるべく P の音をはっきりと3弦にっていう感じ。なんとなくもうやーっと弾くんじゃなくて、こんな感じですね。 I の指よりも P の音をはっきりはっきり出すような感じで、これを I でやったら今度 M で同じことをやってみましょう。で同じく A の指でも同じ感じでやっていきます。ある程度スピードアップできるようになってきたら、今度は IM、 これの中にたった音2つ入れていきます。3連符
IMIM、 この IM の動きが終わったら今度 IAIA をやってみましょう。同じく IMIAMAMA です。この MA でね、結構やりにくさを感じて、慣れてないとこの MA の組み合わせってね、すごくやりにくいので、IMIAMA 終わったら今度 MIAIAM、 うん、こんな感じで今度は音2つのパターンでそれぞれの指の組み合わせをやってみましょう。で、まあ、最終的には今度音3つ AMI、まあ、トレモロですね。感じでやっていきます。まあ音3つまではね、とりあえずいかなくても、音1個と音2つとっていうパターンをしばらくやっとくだけでも、結構いい練習になります。でこれまあトレモロの練習にもなるし、でトレモロのね、トレモロいろんな曲あります、うん、こんなのとかね、まあいろいろありますけど、トレモロの時にね、やっぱり苦労するのってこの P なんですよ、うん、まあAMI っていうこの3本の動きが、結構気になったりはするけど、結構ねこの P の動きをおろそかにしてミスしてるっていう場合もものすごく多いんですよね。なのでまあちょっとしっかりした安定感のある P を作り出す練習っていうのも兼ねてます。でまあ、こういうフレーズでね、今みたいな動きの練習しっかりやってテンポアップしてはっきりと音を出す。でアストリアスとかね、こういうのもこの P の動きがすごく重要。次元で2つ、こういう感じの、うん、なので、今のね基礎練習はアストリアスとかこういうフレーズ、アルハンブラの思い出みたいなトレモロとか、まあいろんな動きにねちょっと役立ってくると思います。でやっぱり中指薬指 MA っていうこの組み合わせで結構ね最初は手こずると思うんで、全ての指の組み合わせでまあ
安定感を持って弾けるように、日々やってみてはいかがでしょうか。ということでね、今日の基礎練は右手をとことん、鍜える練習の一つですね。やってみてください。